自由をその手に勝利を約束しよう覚悟決めて年を痩せスーパードラゴンボールヒーローの狭間で静寂が宇宙を滅ぼす歪みを生み出す無臭だらけの制約が変える世界ものとも描いた夢に近づいてるか君が決めたその限界をぶち壊せ自由をその手に勝利を約束しよう心の叫び解き放って逃げるな戦え負けるな君自身に覚悟決めて年も痩せスーパードラゴンボールヒーローズ掴み取ろうぜ自由を
邪魔しやがって。私が力を貸してあげるわ。よし、いっけってください。やったが勝者か。大したことなさそうじゃな。やれ。
おお。食い止めたか。いや、まだだ。分かってないね。所詮悪あがきだってこと。君たちは分かっていない。俺は究極だ。宇宙そのものなのだ。うっと、次元、よし行くぞ。全王は気分一つで宇宙を壊す。俺はこの不自由から君たちを解放したかったのだ。だが限界を超えてなお君たちは輝いていた。だから俺は人間が好きだ。お疲れ様でした、皆さん。禅王様は未だかくれんぼに夢中ですね。いないね。どこどこ。
仕事は終わった。お前たち、そんなことができるならなぜ力の大会で使わなかった？それは、それはこんな奴と合体なんとしたくないからだ。次はオラだけでやっつけっかな。ハーツ、ありがとう。宇宙創生の面白い実験結果になったよ。さあ、次の実験を始めようか。よし、ほら悟空、また新しい戦いが始まったぞ。襲来する破壊神、動き出す冬の計画、超絶バトルを見逃すな。スーパードラゴンボールヒーローズビッグバンミッション2020年3月開幕。そして新たな戦いはここから始まった。時空を守るため戦うタイムパトロールの物語。次回スーパードラゴンボールヒーローズ特別編、決戦タイムパトロール VS 暗黒を絶対見てくれよな。時の狭間で静寂が宇宙を滅ぼす、歪みを生み出す、無臭だらけの制約が変える世界もろとも描いた夢に近づいてるかい。君が決めたその限界を自由をその手に勝利を約束しよう。心の叫び解き放って、逃げるな戦え、負けるな君自身に覚悟決めて、年も痩せ、スーパードラゴンボールヒーロー。襲来、新たなる戦いの幕開け。ドキドキが消えた。そうなの。何か良くないことが起きているのかもしれないわ。わかりました、直ちに捜索を開始します。パンちゃん、タイムパトロール出動だ。行ってきます。頼んだわよ、トランクス。パンちゃん、まさか災いの鳥が解き放たれたのでは。うわー、にしても間抜けな顔した鳥だな。お？トゲッ！悪い悪い。しかしおめえ、どっから来たんだ？急に現れたよな。17号さんも初めて見る種類なんですね。ほっとけ。それより組手の続きはどうした？でもさ、迷子かもしんねえぞ。わっ、なんだ？いた！お？トランクスじゃねえか！え？トランクス？父さんに、悟空さん？
ドキドキ。無事だったのね。よかった。なんだこの鳥、トランクスんか。こいつはこの世界のトランクスじゃない。え、前に別の次元の俺たちと会っただろう。そうなんか。俺たちもタイムパトロールなんです。この鳥はトキトキっていう全次元にとってとても大切な存在なのよ。ビロス様、破壊神。いたずら、あの鳥では。破壊。ポーキュー。破壊を封じた。こんなことありえねえ。ビルス様、なんだよいきなり。僕の予言魚によれば、第七宇宙に現れる奇妙な鳥が全宇宙を滅ぼすほどの災いを呼び込むというんだ。ドキドキ。そんなはずはありません。ドキドキは全次元を救ってきた聖なる存在なんです。面倒だ、地球ごとぶっ壊そうぜ。おいおい、待ってくれよ。トランクス、ドキドキは任せて。どこへ消えようと無駄だ。破壊し舐めんな。ん？おい、あの鳥木を探れねえぞ。こうなりゃ破壊しに逆らった罪だ、地球人。待て。第七宇宙がやったことだ。僕がけじめをつける。いいだろう、ビルス。ビルス様、やるってんか。俺も戦います。トランクス。ビルス様と戦うのか。地球の危機です。やるしかありません。初めて会った時ぶりだな、ビルス様。修行異形で戦うのが。新しい実験の始まりにふさわしい幕開けだね。あの鳥は君を探しに来たんだね。ドギドギ。you
とても俺たちが太刀打ちできる相手じゃない。トランツ、やっぱ強え。すいません、悟空さん。あ、お前は誰だ。父さん。え、悟空とベジータ。父さん、うん、みんなこんなことしている場合じゃねえぞ。あれを見ろ。自分の宇宙を探れ。クリーンさん、時の海王神から事情は聞いた。厄介なことになったな。別の次元のベジータと悟空か。いやあ、みんなどうも。ん？ふぅ、またあいつか。その鳥は可愛いだろう。こいつはドギドギ。災いの鳥はそいつか。ピンポン。宇宙の種を覚えているかい。僕の元で神聖な宇宙樹に成長しているよ。あのハーツも貴様の計画の一部だったということか。何者なのか知らんが、宇宙樹とはな、宇宙を養分として成長する伝説の巨大樹。そんなもので何をするつもりだ。新しい宇宙を作るのさ。全宇宙のエネルギーを吸い尽くして、この僕が宇宙を生み出す。最高だろ。あの野郎。クリリン。変なんだ、急に息が。ピッコロさん、お父さん、西の都が。Thank you.
になった。ありがとうございます、ビルス様。たく、なんでこの僕がこんなことを。お前たち、あの目が吸い取る養分とは宇宙に生きる命のことだ。今は僕の力だけを吸わせているが長くは続かんぞ。あれは僕にも簡単には壊せん。お前たちは奴を追って宇宙人を何とかしろ。わかった、サンキュービルス様。俺たちは独自に調べてみる。ベジータ。ああ、ゾクさん、俺も行きます。うん、俺は足手まといになりそうだな。僕たちも何かできることを探します。資金にしろ。よし、じゃあ行っていくか。やあみんな、僕が作る新しい宇宙で夢を叶えてみないかい？ん？お前はサイヤ人じゃないのか？だったらどうした？なぜサイヤ人がここにいる？うわっと！まったくしょうがないな。君たちは仲間なんだよ。二人とも仲良くやろうよ。みんな孫悟空たちにやられる前に歴史に介入して僕が助けてあげたんだからさ、やり直せるチャンスだよ。ち、余計な真似を。俺はまだ負けたわけじゃねえ。この星に冬がいるんだな。はい、時々はこの星にドギドギがいると言っています。つまりドギドギと一緒に消えたフューもここに。ドキー！ん？みんなどうしたの？しっ、パンちゃん静かに。フューじゃないな。あ、パンちゃん後ろに下がって。おめはタリス。よう、カカロット。会いたかったぞサイヤ人。貴様は確かボージャック。知ってるんですか？昔地球を襲った悪党どもだ。ドンさんが言いますか？お前が孫悟空か。くたばれ。お前を倒して次は孫悟飯だ。邪魔するな。貴様どうやって復活した？答えろ。答えるかよ。バカが。聞いているぞ、
その変身をな。絶大なる新生児の身が俺を高めた。見よう。わあ！なんだ、この気は。ずいぶん鍛えてきたようだ。新生児の本当の力を思い知るがいい。そいつはどうかな。その程度だったらがっかりだ。おざけ！相手は俺たちだ。みんな楽しんでくれてるようで何よりさ、パワーアップさせた甲斐があるってもんだ。愚かな猿どもよ、ようこそ地獄へ。貴様か、俺たちを呼んだのは。誰だおめえは。悟空とベジータ始めようか。分析開始。カカロット聞いてどうなってんだ。くだらん攻撃しやがって。どこを攻撃してやがる。ベジータ、
気味の悪い野郎だ。おめえの狙いは一体なんだ。サイヤ人4、待っていたぞ。舐めやがってヤリックホーカーメーカーメーカーヘイ、かかったな。完了。分析？こいつ俺たちの力を。そろ飽きてきたね。さあ、君の出番だ。ドギドギ。ドギは手に入った。帰ろう。ドギドギドギ。ヒューの野郎、チェッキが失せた。逃げ足の速い野郎たちだ。どうしよう、トキトキが連れ去られちゃった。トキトキを奪ってどうするつもりだ。奴らのデータはお前のものだ。邪念馬！
何？全く聞いてないだと？いい！たちでは復活した邪念馬に勝てるはずもないわ。我が邪念馬にはお前たちの能力の全てが注ぎ込まれているのだ。時の歪みに巻き込まれたな。おめたち、どうしてここに？タイムパトロール？ねえトランクス、ここは一体どこなの？えよいの背の仲間か。似てだな。無駄だ。すでにお前たちのデータも解析済みだ。動きが読まれてる。おめえたちなんで地獄に来た？え？ここ地獄？俺たちが教えてほしいですよ。えっ？あの二人は。
魔人サルサ。プティン、おめえたち知ってんか。昔俺たちが倒した暗黒魔界の魔人です。なんだ、おめえたち悪いやつか。宇宙樹の壊し方知りたくない？え？何？焦ってる。ま、無理ないか。これが現状だ。ひどい。くっと。お前ホットになれるんか。昔ジャークリューと戦った時にやったやつ、あれをやれ。ん？あれか。おめえたち、木を俺たちに集めてくれ。なぜこの俺がそんなことを。やりましょう、父さん。ちっ、よし、みんな行くぞ。なんというエネルギーだ。超フルパワーサイヤ人砲、限界突破だ。あれをやるぞ。つべこべ言わずにさっさと片付けるぞ。この拳に俺たちサイヤ人のパワーを込める。龍拳爆発！
ここまでか。すっげえパワーだったな。当然だ。俺様の気を分けてやったんだ。これくらいやってもらわないと困る。そうだな。はーい。ん？宇宙人のとこご案内。ついたようだ。みんな到着。ここがフューのいる時の狭間。そしてお前たちが立っているのが宇宙樹そのものだ。あんなものを俺様が粉々にしてやる。ベジータ、どうぞ。何をしよってんだ。まさか宇宙城を破壊しようなんて思ってないよね。無駄なこと。エネルギーの無駄遣いだ。くらえ！何？一体どうなっちまったんだ。多分父さんのエネルギーを宇宙樹が吸収したのでは。ピンポーン、大正解。何？ようこそ、神すら介入できない時の狭間へ。フュー、とうとうたどり着いたぞ、フュー。さあみんな、ここで一緒に宇宙誕生を待とうよ。ああベジータ君、巨大なエネルギーをありがとう。見たまえ、宇宙樹も喜んでいるよ。ふざけるな。行くぞ、うん、あれあトワさん、あなたのためよフュー。僕のためだってどういうことだ。ベジータ！この木はカンパ。何？そうさ、カンバーの放つオーラは実に興味深くてね。そんなことは分かってる。
開始。君は経験者だったよね。なるほど、同士打ちはしないわけだ。面白い発見ができたよ。強い衝撃を与えると元に戻るわけか。まだまだ研究の余地がありそうだ。もうすぐだ。一緒に見ようよ、宇宙が滅びる瞬間と新しい宇宙が誕生する瞬間を。さっきサルサっちゅうやつからもらったんだ。カンバのオーラ、あれがある限りオーラたちは思うように戦えねえ。フン、ベジットならということか。時間がねえ。くい、フューをぶっ飛ばす。これで最後だからな。フン。それ、監獄惑星で見たよ。バリアーね。実験は失敗だ。ヒュー。たちでもカンバーのオーラで作ったその高速エネルギーから逃れることは不可能よ。いいことを教えてあげる。フィューはね、私が作ったの。何？なんだと？どういうことだ？あなたが？そう。次元を超えて集めたあらゆる戦士のデータを使った集大成があの子なの。あの子ならメチカブラを超える王になり、暗黒魔界、暗黒帝国を再建できる。なんだこれは。暗黒因子、暗黒王にとって生命力そのもの。メチカブラは葬られる直前にこの因子を周囲に放った。因子はその時近くにいたあなたたちの中に隠れた。この暗黒因子をフューに注ぎ、暗黒王として覚醒させる。これで全部ね。そんなことさせねえぞ。
忘れ物だ。ご飯、ご殿。こいつらの暗黒因子は回収した。あなたたちにもう用はないわ。時の狭間に消えなさい。僕はね、本当は戦いが嫌いなんだよ。でも戦うことで僕のルーツが何か分かるような気がするんだ。何をごちゃごちゃ言ってる。つまらんこと言ってないで全力で来いよ。いいよ。お、それがお前の全力か。どうせ宇宙誕生までの暇つぶしだ。そんな瞬間は来ねえぞ。惑星の時より強くなってるじゃないか。影でこそこそ見てるだけのお前じゃわからんだろうな。影でこそこそ見るのが好きなんだけどね。ついに宇宙誕生の時だ。くそ、間に合わなかったか。さあ、宇宙を吸い尽くし、新たな宇宙を実らせろ。バカな宇宙樹が。何が起こったんだ。ビルス様、宇宙樹の根の消去、願いは叶いましたね。宇宙樹か。
ルス様、宇宙樹の根の消去、願いは叶いましたね。そうか、破壊神どもが。なんだ、ビルス様の仕業か。くしょう、あと少しだったのに。もう終わりだ、ヒュー。くしょう、ふざけるな、破壊神ども。よくも、よくも僕の計画を。ヒュー、あなたらしくないわよ。あなたに渡したいものがあるの。何？いよいよだわ。ついにこの時が来たのね。いや、お母さんとでも呼ぶべきかな。いいえ、新たな暗黒王様、私たちはあなたのしもべです。ならば消えろ。宇宙樹よ、目覚めよ。邪魔しないでもらおうか。今こそ僕の力を持って宇宙樹は蘇る。宇宙なんか作って何をする気だ。少しはマシになったじゃないか。何度も言うけど邪魔なんだよ。あなたは自分の計画を進めなさい。あんたたちが手を貸したのね。
てくれるじゃないか。これ以上好きにはさせねえぞ、フュー。いや、少し趣を変えたくてね。なっていたのに。洗脳も解け、今や闘争本能のみの悪魔か。幾度も死の淵から蘇り、戦闘力も桁違いに増えているが、果たして彼らに通用するか。
蚊帳の外か。これでは宇宙とはとても呼べないな。いびつで醜い。やはり本来途方もない時間がかかる宇宙誕生を2話のゴッドバードと暗黒魔界の力とやらで無理やりねじ曲げたせいか。しかしこの結果も面白いではないか。フィアー！すごいね、君。実験は終わっていない。僕の理想の宇宙はこれからだ。させるか！行かせないよ。君だって見たいだろう？僕の宇宙を。やつはお前たちの理想の王とはならんようだな。黙れ！ほう、魔人と化して俺と戦うと？本気を出すまでもないけど。それはどうかしら。ドミグラ様の手を煩わせるほどではありませんわ。ロベル、オアは任せた。
今だ！タイムラビリンス！どうやらうまくいったな。あんなもので、いつまでもフューを拘束できるとでも思って？どうだろうな。大きな力の帯同、感じますか？宇宙人より生まれし者のよう。まさしくいびつ。宇宙の摂理を無視しています。ビルス様もそう感じておられるのでは？時に孫悟空とベジータを？あの二人なら、きっと大丈夫でしょう。ほら、一体どうしちまったんだ。大体ここはカプセルコーポレーション？ここ西の都か。紛れもなくヒューが作った宇宙です。なんだって。ただし元の宇宙を不完全にコピーしただけの偽物です。生物の反応も全くありません。偽物だって。悟空さん、本物の第七宇宙で今崩れたのと同じ建物が突然崩れたんです。これは二つの宇宙がつながっているのか。一体どうなってるかわかんねえけど、とにかくこっから脱出する。ここにもじれったいですね。ここで止めてください。
悟空は俺の獲物だ。奇遇ですね。私も同じです。久しぶりだな。え？君の限界はそんなものだったのかな。おめえハーツ生きてたんか。魔人を名乗る男に地獄から引っ張り出されてね。孫悟空、俺と手を組め。何言ってんだ。そう思うのも仕方ない。俺は矛盾してるからな。一体何が目的だ。フィーという知れ者を倒す。宇宙樹を勝手に使った罪は重い。奴を倒すには君の力が必要だ。よし、わかった。その代わりまた悪さしたらぶっ飛ばすぞ。貴様、カンバーの仲間。カンバーが何か失礼を働いたかな。ふざけるな。何をしようとしているのか分かりましたよ。無駄なことです。脱出するんが先だ。お前たちの戦いが私の計画の力となる。暗黒ドラゴンボールの力だろう。暗黒？俺を引っ張り出した魔人が言っていた。融合したことで凶暴化したんだ。あっ、うっ。
飲まれてたのか。乱入者か。吉と出るか凶と出るか。実に醜い、そして素晴らしい。もっと戦うがいい。招かれざる客が紛れ込んだに過ぎん。足りた。君もか。その仮面で心を閉ざしているのかな。この時空は争いに飢えている。お前たちはこれからも戦ってくれればいい。フィウの仲間か。どうかな。何が何だか分かんねえことばっかりだ。しっかりしろ。あ？え？これ戦術じゃねえか。君と会う前、少しこの世界を回ってね。おめえ、戦術知ってたんだな。以前君の心を読んだ時に情報を得ている。どうだ、元気になったか。うん、ありがとな。コピーの宇宙でも効果はあるということか。ではこれも。おめえ、それ本物なんか。いや、だがコピーとはいえ先祖のように本物と同じ効果があると考えれば、七つ集める価値はあるんじゃないか。そっか、七つ集めて脱出を願えばいいんだ。それがドラゴンレーダーか。ああ、こいつさえありゃドラゴンボールの場所がわかる。お、二個？一つはおめんだ。もう一つは上。
邪悪さこそサイヤ人の本質、誇り。それを失った貴様の拳など一切の価値なし。うん、俺を忘れてもらっては困るな。新聖樹の身から得た邪悪の力、俺こそが最強のサイヤ人だ。面白い、その力見せてみろ。ベジータ、しっかりしろ。カンバーよ、久々の自由を謳歌しているな。余計なことをするな。お前の相手はこの俺だ。おめえ、ブラック、うん、孫悟空、お前を倒して俺はこの体を完成させる。サイヤ人さん言う。クソったれ。無様だな、ベジータ。お前もサイヤ人なら悪の心を思い出すがいい。サイヤ人の本質が邪悪さだと。違う、戦闘民族サイヤ人の本質とは戦い続けること、己を高め、ただ強さを求めることだ。この高まり、俺と戦え。求めるものが強さだとしたら、善も悪も俺には意味をなさん。
邪悪のオーラさえ己の力に変えるとは見事だ、同胞。ベジータは鍛え直してまた来るがいい。貴様にまだ少しでもサイヤ人の誇りが残っているならな。ただの下級戦士に戻るとでも。まあそれもいいか。カカロット。貴様、カカロットを放て。俺の未来はフューから聞いた。この体には限界が来ると。では貴様は禅王に消される前の時間から来たんだな。故に時を超え歴史を渡り、俺はそれぞれの孫悟空と戦うことでこの体を馴染ませていったんだ。この戦いで100人も、今や完全にこの体は我がものとなった。その力まだ使いこなせてはいないようだ。故郷と共に滅びるがいい、サイヤ人。何？あ、この熱気は。お前がまだ強くなるというのなら、俺もまだ進化できる。なぜなら、この俺も孫悟空だからな。生き延びてみろ、孫悟空。あの野郎。カンバ、お前にはまだ俺の理想に協力してもらうからな。カカロット、早くしろ、間に合わんぞ。それか。
誰の気も探れねえんだ。さあ終わりだ。星の終わりはいつの夜も美しい。無様だな孫悟空。セル、貴様なぜ。またか。され死者め。サイヤ人をなめるな。離れ。またも死者が紛れ込むと街にどもめ余計なこと。そいつと同じだ。なるほど、君も魔人の協力者というわけだ。死者が地獄から一時這い出てきたに過ぎない。俺たちを助けたのはなぜだ。やるってんなら。まあそう焦るな。俺の話を聞け。久しぶりだな。助かったぞ。おめえらも来てたんか。え、無事でよかったです。そんなことよりもセル、貴様何が狙いだ。そいつを地獄から出したのは俺だ。仮面の男、ブラックの計画を阻止するために力を貸してもらったのさ。何者だおめえ。俺は元魔人、シュルム。ブラックの狙いは全人間ゼロ計画。知っているだろう。邪魔すな。奴はフューを利用してこの世界と元の宇宙の全ての人間を滅ぼそうとしている。だからといってそこにいるクソったれの力を借りて戦うくらいなら何もせず死んだ方がマシだ。安心しろ、これ以上手を貸すつもりなど俺にもない。けっ。だがせっかく地獄から出てきたんだ、このままただでは終わらんぞ。君の心を読んだ。お互い心の内は秘めておこう。今のところはな。よし、一丁やろうぜ悟空。世界を救うにはそれしかないんだろ。そうですよ、父さんの身勝手の極意なら。いや、ありは使いこなせちゃいねえんだ。ベジータもまだ新しい力馴染んでねえみてえだしな。だったらお前らには使いこなせるようになってもらう。この光の中はお前たちの世界でいう精神と時の部屋に近いものになっている。あんたたちがこれまで出会ってきた奴らの幻影が紛れてるよ。修行できるっちゅうわけか。そんな時間あるのか。安心しろ、我々の協力者が仮面の男の食い止めに向かっている。時間稼ぎくらいなら俺たちもいるしな。え、今のうちにとっとと頼むよ。これずっと維持するの結構しんどいから。わかった、すまねえなみんな。ここか、誰もいねえか。
おいでなすったようだな。もうすぐだ。もうすぐこのコピーした宇宙に人間、いや人間もどきが生まれる。ここで消えた命は元の宇宙からも消えていくのだ。全王の介入できぬこの場所にいながら、私は全ての人間を殺し尽くせる。なるほどな。人間もどきとやらを生み出すためにあいつらを戦わせてエネルギーを集めていたか。その通りさ。無駄なことを。見ろ、この夜空に広がる輝き、全てが下賤な命のエネルギーだ。全てが俺の手によって消え去る。そして全人間ゼロ計画がついに達成されるのだ。それはどうかな。はあ、そうか。貴様何者だ。名前など捨てて、どう、少しばかり付き合ってもらおうか。たちの巨大なパワーが始まったようだな。グズグズしてはいられん。さっさと火星に行くぞ。残念ながらそれはできんな。お前はドクター W。 貴様らにはここで消えてもらう。見せてやろう。これがドクター W、 いや、ドクター・ウィローの真の姿だ。ドクター・ウィローだって。来ます。これで終わりだ。化け物め。だが無駄なあがきだ。やってみりゃ分かるさ。大したものだ。時間を稼いだ甲斐があったな。任せたぞ。俺は他にやることがある。やっぱまだ安定しねえな。
ん、おい、やつを見ろ。この宇宙でも貴様は俺に決して勝てない。前天に集めた愚かな戦いのエネルギー、この光、全てが俺の力だ。これがフルパワーだ。ビジーター！俺の体はオリジナルを超える。見つけましたよ。貴様から受けた屈辱、晴らさせてもらう。邪魔をするな。いでよ、弱流。心を読んだ。奴は別の世界の君が戦った相手のようだ。何？邪悪竜。しかも破壊王とはな。あいつは俺たちが何とかする。君たちはさっさと奴を倒せ。食べぞ、ベジータ。ああ、さっきとは比べ物にならんほどのエネルギーだ。あんなもの食らったら西の都は。あれをやるしかねえ。まさかフュージョンか。二度とやらんと言ったはずだ。今あいつを倒さねえと、ゴテンも父もブルマもトランクスもみんな殺されちまう。クソったれ。無駄なことを。合体か。だが所詮その程度、神の力には及ばない。どうかな。したというのですか。回復が追いつかん。こんなはずはない。
この俺が人間なんだろう。さ、タイムラビリンスを破壊するのにちょっと力を借りたらこうなった。おかげで力がみなぎってくるんだよ。なぜだろうな、俺も燃えてきたよ。助け合いってやつかい？つまらないね。これでおしまいだよ。
さっきまでが限界だと思ったかい？これが神を超える力だ。まだまだ行くよ。もう無事だ。誰？どうした？無事だ！よっ、貴様！これで合体できないね。次は君たちだ。様、ち、また余計な奴が。長くは持たないわ。な、何すんだ。説明は後。二人とも限界まで気を高めて。やるっきゃねえか。これでも倒せねんか。なんて強大で邪悪なパワー。邪悪かどうかなんてどうでもいいことだよ。僕はただ知りたいだけなんだ。この宇宙の成り立ち、神、そしてゼオ、そのために宇宙をやり直す。僕の宇宙はどんな風に育つかな。どうだい、ワクワクするだろう。俺たちの宇宙を無茶苦茶にしていい理由にはなんねえぞ。仕方ない、邪魔者は排除しないとダメみたいだね。宇宙人よ、僕に力を注げ。宇宙のエネルギーを取り込んでる。
次は持つかな。エネルギーに君の体じゃ耐えられないよ。オラにもできるはずだ。何？したのか。そうみてえだな。もういいよ。この宇宙と君を本気で消したの。おめえの好きにさせるわけにはいかねえんだ。うるさい！僕の実験と邪魔をするな！終わったな。トキ！トキトキ！無事だったのね。倒したのか、ヒューは。多分な。ブロリはどうした？おめえ一人か。あいつらはどこかへ行っちまったよ。まったくサイヤ人ってやつは。ふん。ん？宇宙樹はエネルギーをすべて吐き出したようね。さあ、トキトキ、力を貸して、宇宙を元の姿に。時の狭間で静寂が宇宙を滅ぼす歪みを生み出す無臭だらけの制約が変える世界ものとも描いた夢に近づいてるかい君が決めたその限界
宇宙もどきは無事破壊した。それはよかった。息子は救えたのかい？うん。では今度は僕が出る番か。